皇室と手話の関わり。眞子さまのご結婚で揉めに揉めた皇室家の秋篠宮家ですが、次女の佳子さまの公務でのご活躍が注目を浴びています。秋篠宮卑子さまは学生時代にすでに手話を習得されているのが有名です。佳子さまは母親の紀子さまから手話を習いました。さらに秋篠宮殿下も紀子さまから手話を学び、公務で使用されることもあります。また天皇陛下の内親王である愛子さまも手話がおできになります。このように皇室での手話のルーツは紀子さまのようになりますが、手話を活用するきっかけとして上皇后美智子さまの存在が挙げられるのです。1995年の阪神・淡路大震災の際、天皇陛下は被災者への哀悼の意を表すお言葉を発表しました。これは災害直後に行われた戦後初の出来事であり、国民はその言葉に救いと希望を見出すことができたのです。その後両陛下は被災地を訪問し、被災者と直接交流を持ちました。上皇后美智子さまの存在。1995年1月17日阪神・淡路大震災が発生しました。当時は未曽有の自然災害として大変な被害となったのです。死者・行方不明者は6437名に達し、阪神高速道路の高架がなぎ倒され、約18万棟もの建物が倒壊する悲惨な状況となりました。このような国難において皇后美智子さまの存在は非常に重要な役割を果たしたのです。地震発生から2日後に天皇陛下は遺族に哀悼の意を表し、救済と復興を中心より願うというお言葉を出されています。お言葉が災害直後に出されたのは戦後初めてでした。そしてその12日後には両陛下は余震の続く被災地をバスで訪問されました。現地の迷惑にならないように両陛下は最小限の同行人数で被災地を回られました。肉親を亡くし、家を亡くし、避難を余儀なくされるなど辛い思いをした人々の話に耳を傾けられました。本当に寒くて底冷えのする体育館でスリッパも履かず床にひざまずいて被災者一人一人と言葉を交わされる両陛下の姿は多くの人に感銘と勇気を与えたのです。その際とりわけ心に残ったのが美智子さまの振る舞いでした。神戸市長田区の菅原市場を訪れた際、美智子さまは自ら摘んできた水仙の花束を瓦礫の上に置き、天皇陛下とともに深く頭を下げられました。この姿勢は多くの人々に勇気を与えました。被災地の人々は寒い体育館でスリッパも履かずに床にひざまずきながら天皇陛下と美智子さまと言葉を交わす機会を得たことに感謝し、心の支えとなったのです。美智子さまが菅原市場を離れる際に披露された手話のサインは、彼女の強い意志と被災者への応援の気持ちを表していました。彼女はバスの外で見送る人々に向かって両手を握りしめ、体の脇で力強く二度下ろすという動作を繰り返しました。これは頑張ってという手話のサインでした。美智子さまは沿道の被災者に対してこの動作を何度も繰り返しました。この手話のサインは皇室における手話のルーツともいえる重要な出来事でした。美智子さまの行動は人々に勇気と希望を与えると同時に、身体的な言葉の制限に悩む人々への連帯を示しました。彼女の手話は奉仕の精神と献身的な行動の象徴として、皇室の中でも特別な存在となったのです。美智子さまがロールモデルの紀子さま。美智子さまこと上皇后はご結婚当時の皇太子昭仁親王とのご成婚で注目を浴びました。なぜなら皇太子妃は従来特定の皇族や家族から選ばれてきたため、普通の礼状である美智子さまが選ばれることは考えられないことだからです。彼女は日清製粉の社長である正田栄三郎氏の長女であり、皇族でも家族でもない一般の身分でした。しかし美智子さまの華やかな魅力や素晴らしい教養、そして気品ある立ち振る舞いによって彼女の存在感が認められます。美智子さまのご成婚は皇室の伝統を一新する出来事として、一般の女性たちにも憧れの的となりました。彼女の例は後に皇室に入る皇后候補のモデルとしても参考にされることとなるのです。美智子さまのご成婚により皇室と一般の垣根が少しでも取り払われ、幅広い選択肢が生まれる契機となりました。
美智子皇后は上皇陛下と軽井沢のテニスコートで出会い、その後の恋愛の末に結婚を果たしました。彼女の気品ある微笑みは一大ブームを引き起こし、彼女自身もミッチーブームと呼ばれるほどの人気を博したのです。美智子皇后はその美貌と教養を兼ね備えた御令嬢であり、皇太子の目に留まったことから史上初の民間出身プリンセスとなりました。彼女の新たな皇族としての地位は、戦後の復興が進む日本においてまた一つ新しい時代の幕開けを感じさせるものだったのです。このことは単なる恋愛結婚のエピソードに止まらず、日本史においても輝く特別な存在として位置づけられています。美智子さまの素晴らしい魅力と風格が国民の誇りとなり、皇室のイメージを一新しました。美智子さまは災害が起こるたびに被災者を訪ねる姿勢が評価され、国民の心を捉えました。彼女は平成の天皇と手を取り抱き寄せ、真摯に被災者の声に耳を傾けます。さらに社会的弱者との触れ合いを大切にし、定期的にハンセン病施設や児童養護施設を訪れます。初の民間出身費として彼女は多くの困難を乗り越えました。例えば過去に一部メディアが平成の皇室の在り方などをバッシングした時期がありました。それまで頑張ってこられたことを否定され、美智子さまにとっては大変なショックだったとのことです。1993年に失声症になられたのはその影響と言われているのです。そういった辛さや大変さから、老婆の障害には特に気におかけになっていました。それが阪神・淡路大震災でのガッツポーズの手話にも現れたのかもしれませんね。秋篠宮紀子様。さて、天皇家の次男綾宮文仁親王と紀子様の婚約発表は1989年9月12日に行われました。その年の初めに昭和天皇が崩御され、まだ世の中は喪中でお祝い事を控えている最中のことです。それまで男性皇族の結婚といえば必ず宮内庁が動いてまとめるといったパターンでした。ところが綾宮様は宮内庁や他人の手を借りずに、すべてご自分でまとめたのです。これは前例のない画期的なことでした。この行動はそれまでの慣習にとらわれずに自己の意思で準備を進めたことが評価されました。このような意思決定は従来の王室のスタイルとは異なるものであり、新しい時代の王室の在り方を示す一石となったのです。父は国際キリスト教大学教授の川島達彦氏、母は国際キリスト教大学講師の川島和義です。お父様の仕事の関係で幼少期はアメリカで過ごしています。帰国後は学習院女子中等科、女子高等科を卒業なさいました。さらに学習院大学文学部心理学科を卒業後、同大学院人文科学研究科修士課程社会心理学専攻を修了しています。紀子さまは大学では秋篠宮親王が大学2年生の時に結成した自然文化研究会の他にも心理研究会や手話サークルにも在籍していました。手話サークルには文化祭で手話劇を見た時に感動したことがきっかけで入ったそうです。紀子さまの手話サークルへの加入がそれからの皇室の手話の広がりにつながっているのです。紀子さまは学生時代からハンディキャップを持つ人々への支援活動を行っています。彼女は言葉が不自由な学生に付き添い、講義を受けたり通訳をしたり、ノートを取るなどサポートを行っていました。また新商社の車椅子を押したり、自閉症の子どもの面倒を見るなどのボランティア活動も積極的に行っています。紀子さまがハンディキャップを持つ人々に寄り添っていた理由は、彼らをかわいそうと思ってのことではなく、ただ単に同じ人間として尊重し手助けすることを大切にしていたからです。さらに学生時代に手話を習得し、耳の不自由な方々とのコミュニケーションを円滑にするために手話を使用していました。また彼女は英語とドイツ語を話すことができたため、大学内外の国際交流団体の留学生とも交流し世話をするなど、異文化交流にも積極的に取り組んでいたのです。紀子さまの多様な社会貢献活動は、彼女が他者を尊重しサポートすることの重要性を広める一翼を担っています。その紀子さまと秋篠宮親王との出会いは、大学の書店で店員さんが紀子さまのことを川島教授のお嬢さんですと紹介したことが始まりでした。
そして秋篠宮親王から自分の主催する自然文化研究会のサークルに誘われて、サークル活動を通して信仰を深めていったのです。これは秋篠宮親王の一目惚れだとも言われています。その時のお二人の交際はマスコミなどに大きく報道されています。まだ大学2年生だった紀子さまは1986年6月に秋篠宮親王からプロポーズを受けましたが、紀子さまは即答することは避けていました。ただ紀子さまは時々宮中にも招かれていて、何度か当時の皇太子昭仁親王とも会っています。さらに秋篠宮親王が主催するテニスサークルでも一緒にテニスを楽しんでいました。その後紀子さまは学習院大学大学院人文科学研究科へ進学し、社会心理学を専攻します。そして1989年8月に結婚が決まっており、翌年1990年6月29日に結婚の儀が行われ、紀子さまはこれに伴って戸籍から召除され皇族になられました。この時天皇陛下の崩御により日本全国は喪に服し悲しみに暮れていました。そんな中紀子さまが登場したことで状況は一変しました。彼女の明るい笑顔に触れることで国民の元気が取り戻されたのです。紀子さまは国内外の公務で多くの場面に立ち、大勢のマスコミに囲まれました。彼女の存在は国民から祝福され、皇室と国民との距離が一気に縮まったと感じられたからです。特に紀子さまの結婚によって皇室に近づけると思い込んだ多くの人々が彼女の活動を熱烈に支持しました。彼女のスマイルは紀子さまスマイルと称され、一大ブームとなっていました。紀子さまの明るい笑顔は国民に対して希望と勇気を与える存在となりました。彼女の出演するイベントや公務は国民からの注目を浴び、多くの人々が彼女の笑顔に励まされたのです。美智子さまを受け継いだ秋篠宮紀子さま、2011年の3月11日に東日本大震災が起こり、大変な被害が出ました。あの未曽有の震災で2万2000以上の方がお亡くなりになり、いまだに行方不明の方もいらっしゃいます。国を挙げての救援活動が始まりましたが、もちろん皇室でもすぐさま支援を開始しました。この時に宮内庁の職員より早く現地に駆けつけたのが秋篠宮紀子さまと娘の眞子さま、佳子さまだったのです。皇室では災害時には必ず天皇皇后が実際に災害に遭われた方のもとに駆けつけていました。美智子さまを心から尊敬していた紀子さまは、そのご様子を見て自分も同じような皇族になろうと思っておりました。お子さまが生まれ、秋篠宮家でも真の奉仕の精神をご家族で育んでこられたのです。紀子さまが学生時代からボランティア活動に積極的だったこともあって、ご家族でボランティア活動に従事されてきました。それもあり、東日本大震災では紀子さまとお子さま方が奉仕に出かけました。ご存知とは思いますが、大地震と巨大な津波、原子力発電所の事故の被害は凄まじいものでした。政府はもとより全国からさまざまな立場の人々が被災地に向かい、支援活動を行いました。また被災地周辺の各所に災害から逃れてきた人たちの避難所が設けられます。皇室では3月26日には栃木県にある那須御用邸の職員宿舎の温泉風呂を、東日本大震災で栃木県に避難した人たちに開放しました。このような活動はあまり知られていませんね。そして宮内庁の本庁舎には皇宮警察の護衛官と宮内庁職員が集めたタオルが約3400枚運び込まれました。このタオルは被災者に配るためのものです。山のように積まれたタオルを被災者一人一人に配れるように袋に詰める作業が必要となりました。その袋詰め作業を誰より早く行ったのが紀子さまと眞子さま、佳子さまだったのです。それは宮内庁の職員が到着する前から作業をなさっていたそうです。さらにまだ学生だった眞子さまは、被災地の岩手県山田町と大槌町、宮城県石巻市において個人でボランティアに参加されています。まだ瓦礫が残っている頃で、被災した人々に直接話をして作業をされたのです。その時の記者会見では、実際に行って初めて苦労がわかると語られています。
秋篠宮ご夫妻は震災後の8日目で避難所の慰問に出かけて、その年だけで9回被災地に出かけられているのです。そのような両親の姿を見て、眞子さまも同じ気持ちで被災地に出かけました。奉仕の精神をご両親のもとでしっかり育んでいたのですね。手話の普及。現在は政見放送などで手話通訳がつくことは当たり前になっています。また佳子さまのように皇室の方の手話を見る機会も多くなりました。しかしこのように手話通訳がつくようになったり、テレビに字幕が多く出るようになったのは1995年に起こった阪神・淡路大震災後のことです。当時聴覚障害がある方はテレビ放送で情報を得る手段がありませんでした。秋篠宮家が発足してまだ6年後の大震災でした。聴覚障害の方々がとても困っていることを知って、手話に精通していた紀子さまはとても心を痛めたようです。その後はろう者の団体が要望を出すなど取り組んだ結果、テレビでの字幕が多くつけられるようになって、手話放送も増えていったのです。その陰には皇室の力も大いに働いていました。現在は標準手話が使われていて広がりやすくなっていますね。標準手話はアナウンサーが日本語を手話で伝えるバージョンで、紀子さまも標準手話を使っているそうです。手話が日本で生まれたのは1878年頃で、正式な手話が確立されたのは1969年と比較的新しいものです。しかしながら、ろう学校の生徒数の減少や先輩から後輩への手話の伝承の機会が減ってきており、子どもたちが標準手話に触れる機会が少なくなっています。したがって皇室の方々が標準手話を使用していることは、手話の普及を促進する上でも非常に意義のある行動です。皇室の方々が標準手話を使うことで、手話の存在や価値を広く知らしめることができ、社会全体で手話への理解と関心が深まります。紀子さまが手話の先生。さて、最近ニュース映像などで紀子さまや佳子さまが手話をされるのをご覧になった方も多いと思います。紀子さまは東日本大震災の避難所で手話を使ってコミュニケーションを取ったことが報道され、注目を浴びました。その後も公務としての活動の一環として手話の練習を続けておられます。紀子さまの手話に対する取り組みは、公務としての役割というだけでなく、自身の関心や思いも大きく関わっています。手話は聴覚に障害を持つ方々とのコミュニケーション手段として広く知られており、紀子さまもその重要性を理解しています。紀子さまの手話がクローズアップされたのは、東日本大震災の発生から約1ヶ月後に群馬県東吾妻町の温泉施設の岩櫃ふれあいの里が避難所になっていて、そこでの様子からです。福島県南相馬市からの避難民の女性美容師は、震災のショックで声が出なくなっていました。紀子さまは手話はできますかと声をかけ、うなずいたために手話でコミュニケーションを取る姿が報道されました。紀子さまが声が出なくても話ができますねと励まされるのが、テレビのニュースで報じられて紀子さまの手話が注目されたのです。その紀子さまですが、皇室入られてからも手話の練習は続けていました。紀子さまに10年にわたり手話を教えたのは、演劇人の井崎哲也さんです。井崎さんは生まれつき聴覚に障害がありましたが、ろう学校卒業後アメリカろう者劇団のナショナルシアターオブザデフを感激したことがきっかけで、日本でもろう者ができる演劇を作りたいと思い立ち、仲間と一緒にろう者の劇団を立ち上げたという方です。井崎さんはその後渡米して1年半アメリカのデフシアターで経験を積んでいます。日本に戻ってからは若者の間で手話ブームを巻き起こしたドラマ星の金貨で手話指導を行い、 NHK 教育テレビの手話番組で講師を務めるなど手話を普及させています。井崎さんは秋篠宮邸に伺って手話を月に1、2回のペースで指導していました。また井崎さんは秋篠宮邸で眞子さまや佳子さまとお会いになっていますが、お二人ともすでに手話をマスターしていたといいます。親子で手話を研鑽していたのです。さらに紀子さまは日本語と英語の手話をマスターしています。公務の中で秋篠宮さまと紀子さまは長年にわたり
障害のある方たちの催しや学校を訪問してこられました。そのような時でも通訳などをつけることなくコミュニケーションを取ることができるのです。紀子さまは1991年から全国高校生の手話によるスピーチコンテストに出席し、手話でスピーチされてきました。また2008年に秋篠宮さまとインドネシアを訪問された際には現地の聾学校の人々と交流されています。その時は事前にインドネシアの手話を勉強していて、ここでも通訳なしで手話によるコミュニケーションを取られたそうです。紀子さまはリアルバイリンガルで有名ですが、実は手話でもバイリンガルなのです。つまり手話は紀子さまにとってより多くの人たちと語ることのできる大切な言語ツールなんですね。そんな紀子さまの背中を見て眞子さまと佳子さまは成長されました。つまり紀子さまがお二人の手話の先生なのです。佳子さまの手話、佳子さまが手話を披露する機会が増え、その手話の美しさと丁寧さに注目が集まっています。彼女は全日本ろうあ連盟の非常勤嘱託職員に就任し、全国高校生の手話によるスピーチコンテストなどで手話を披露しています。佳子さまの手話は一つ一つの動作が丁寧でスピードも速くありません。また彼女は自分の声で話をする際もゆったり話されるため、手話も同様にゆったりとしたスタイルで行われています。これは佳子さまと長女の眞子さんの手話の先生である紀子さまの手話が分かりやすいことの証明でもあります。佳子さまが南米ペルーを公式訪問した際には子どもたちの前で手話を披露し、マスコミでも報道されました。佳子さまの手話は美しさと丁寧さがあり、その表現力が注目されています。日本の報道では佳子さまがスペイン語の手話を使ってペルーの聴覚障害の子どもたちと交流したと報じられましたが、実際には佳子さまは現地で話されているペルー手話を使用していました。ペルー手話はスペイン語とは異なる独自の言語であり、さらに手話も国や地域によって異なることがありますが、マスコミではその理解が進んでいないようです。しかし佳子さまは事前にペルー手話を学んで交流の準備をしており、紀子さまがインドネシア訪問の前にインドネシアの手話を習得していたのと同様に、佳子さまの手話の習得にはお母さまの強い影響があるといえます。佳子さまが手話を使用することで聴覚障害の子どもたちとのコミュニケーションを円滑に行う姿勢を示し、彼らとの交流を大切にしていることが伝わりました。秋篠宮さまの手話。秋篠宮さまは広島市で開催された聴覚に障害がある人たちの全国大会に紀子さまと共に出席して、手話を交えながらお言葉を述べられています。新型コロナウイルスの影響で3年ぶりに開催された全国ろうあ者大会に出席された秋篠宮さまは、式典でさまざまな障害に対する理解がさらに深まり、みんなが安心して暮らせる社会が築かれることを祈念し、大会に寄せる言葉といたしますと手話を交えながら述べられました。また秋篠宮さまは災害時に聴覚障害者が情報を入手できる環境整備が喫緊の課題だとし、誰一人取り残されることのない社会を築いていくために不可欠なことであると指摘しています。秋篠宮殿下の手話もとても分かりやすく、こちらも紀子さま譲りのようです。まとめ、手話の歴史は浅いものの、上皇后美智子さまのガッツポーズをきっかけに皇室と手話のつながりが深まってきました。特に皇嗣家の紀子さまが手話の普及に取り組んでおり、佳子さまもその取り組みを引き継いでいます。そのため手話は社会全体に広まり、今後も皇室の手話がさらなる拡大をもたらすことが期待されています。ただし近年では皇嗣家になってから紀子さまへの風向きが悪くなっているという声も聞かれます。しかし紀子さまスマイルが偽物だというのは誤解です。手話において表情は重要な要素であり、紀子さまのスマイルは手話にぴったりと合っています。むしろ手話での表現力を持ち合わせた彼女の取り組みは多くの人々に感銘を与えているのです。これからも皇室の手話が社会全体を牽引していくことが期待されています。手話は聴覚障害者のコミュニケーション手段としてだけでなく、聴者との交流の橋渡しとしても重要な役割を果たしているのです。皇室の取り組みや広報活動によって手話の理解と普及が一層進むことでしょう。皇嗣家になって
紀子さまへの風向きが悪くなっているみたいですが、紀子さまスマイルは偽物ではないのですよ。